どうも、みつみついと申します。今回は鉄の岩尾というポケモンを使っていきたいと思います。こちら未来のテラキオンと言われるポケモンでして、現状バイオレットバージョンでしか入手できないポケモンとなっております。まあ、なのでね、私スカーレットなのでゲットできないので、今回は、テラキオンお借りしております。ありがとうございます。このポケモン特徴としては攻撃と素早さが高くて、専用技パワフルエッジがシンプルに強いといういい意味で癖がないポケモンとなっております。今回は私はですね、このポケモンのひるませ性能に注目してみました。もともと速い素早さをクォークチャージでさらに速くして、一致技の思念の続きテラスタルで強引に一致技にしたアイアンヘッド、このひるみ技二大巨頭を上から押し付けてずっと俺のターンにしていく、まあ、そんなね、かつてのメガメタグロスのようなインチキ勝ちをしていきたい。今回はそんな目標があります。それでは何卒よろしくお願いいたします。はい、マッチングいたしました。小青青さん、対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、相手をすべてひるませて倒していきたいなと思いますけども、そうですね、相手にもパオジアンというね、ひるませ使いがいますんでね、逆にひるまされないようにね、気をつけていきたいなと思いますけども、まあそうですね、基本的に私のパーティーはまずアメモースからいきまして、まあ鉄の岩を仕込んでいくという感じなんですけども、オーガポンとかをちょっと仕込んどきますか。さて頑張ってまいりましょう。トップバターなんじゃい、これはなんじゃい。あー、ジュナイパー、ほう、ジュナイパーですか。攻撃が下がらないのはいいとして、まあいいとしてっていうかっていう感じなんですけど、ここネバネバネットでいっか。ネバネバネット打たせていただきまして、はいはい、ブレバー、ほう、結構純粋なアタッカーなんですかね。なんか変なことしてくるやつかなと思ったんですけど、そんなこともなく純粋なアタッカーというお話。ちょ、ここちょっとエアスラッシュで分からせてやるか。あ、不意打ち持ってるやつ、まあそれは持ってるわな。まあまあまあ、それはいいとして、全然私としては構わないってこともないけど、こっちのね、魂の鉄の岩尾で全部ぶち抜くサンダーなので、はい、かっこいい、すっごい。こいつは特に未来パラドックスの中でもメカメカしいデザインですね。ここ思念の続きで分からしてやるか。いけ、よいしょい。はい、まあひるませなくてもね、倒すのがまあ結局一番いいんで、ひるませんな次からよ。すごいですね、この足の関節のところがめっちゃメカっすよね。はい、来ましたね。これがまためんどくさいんだわな。めんどくさいんだな。どうすか、まあ、テラスタル切ってくるわな、普通に考えて。ここはちょっとひるませが使えないんで、まあ自信を打ちます。あ、切ってこないやつ、一発ぐらい耐えるかな。まあフィッチだ、ああいけたわ。普通に鉄の岩尾のパワーで3立てするかもしれない。ひるみとか関係なく、ひるみなどいらなかったんだって。はい、パオジアン、はい、パオジアンはね、本来こっちより素早さ高いんですけども、はい、素早さが落ちることによってこっちが上取れるんですね。これはもう行くっきゃね。あれか、純粋にここは別にテラスタル切んなくてパワフルエッジでいいっちゃいいのか。ここはタスキ持ちということを考えたら、ここはあれか、テラスタルを切ってひるませた方がより安全にしょれるか。うん、これでいきましょう。分からせてやる、このスーパー。はい、もともと鋼タイプみたいな見た目なんですけどね、テラスタルしないと鋼タイプはないということで。おりゃーと、はい、タスキナナを読めてる。しかしひるんでしまえばタスキなんて関係な。あーね、とね、というお話で、でまあここはあれかな、不意打ちかなんかあるのかな。あ、切断されたなんでだよ、ひるませたならわかるけど、ひるませてないのに切断は違うだろ。せめてひるませてから切断したまえ。まあこの言い分もなんか変だけどはい、マッチングいたしました。堀王さん、対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、今度こそひるませていきたいなと思う所存なんですけども、そうですね、ただ相手もね、初手キラフロルが結構濃厚なんで、ここはアメモースじゃない方が良かったりしますかね。初手から岩尾でいくか。初手岩をガポン羽ばたくかみという、そんな感じで、もう種族地の暴力みたいな、
そんなもう幕の内弁当でいきたいと思います。私はキラフロルと呼んでるのですが、はい、これね、これね、キラフロル、これね、キラフロルなんですわ。ここはいきなりわからせから入っちゃおっかな。おっちゃん、わからせちゃおっかなと。ここはね、まあ、普通に考えたら、まあ、思念の続きの方が効くんですけど、絶対タスキなので、ここもうアイアンヘッドの方が、ひるみの率が高いので、アイアンヘッドでいきます。初手キラフロルは絶対タスキなんで、もう、ここは、ひるませ、ひるませいけ。まあまあまあ、毒まかれるのはしょうがない。毒まかれるのはしょうがないの。ここは全然いいのよ。ひるませがないと。ひるませがないんだな。引っ込めると、まだやつにはできることがあると。磁場コイル、へえ、磁場コイルですか。5つ目のやつ、これは決まったな。テラスタル切られなければ、ただこの地震で取れるんじゃないかなと思う所存。はいとね、キラフロル対面で地震打たなかったから地震がないと思ったでしょう。違うんです、私ひるませたかったんです。ひるませたいからこうあえて地震を打たなかったんです、私。さてハッサムと、ここはテラスタル切る意味あんまないかなと思うので、もう切りでいいですかね。こう切りでいい。あらあら、バレパン打ってこない。トンボ返りでやるんだ。へえ、じゃあ昼間せちょっと狙ってもよかったかな。まあといってもね、昼間せたとこで大したダメージ入んないしな。ほんでもってキラフロルちゃんと、ここは普通にガポンでいいか。普通にガポンで、まあ、毒はだるいですけど、まあここは一回、まあそういうのは大人なので我慢しまして、ウッドホーンでいいか。さすがにまあ何でも倒せるもんな。でまあ次よね、絶対テラスタル切ってくるんですけど、絶対テラスタル切ってくるんだけど、水テラスとかじゃないかな。いやダメだ、僕チキン人間なんで、ここ中間卓の畑落とすを打ちます。チキン人間なんでね、もう確実な勝ちが欲しい。何ですかこれ。あ、水か。じゃあウッドホーンでよかったというまあお話。はい、畑落としていき、ハチマキか。ほうほう、ダブルウィング、はい、当たらないとはありがとうございますとね。うん、チキン人間にもね、運が向いてくるときはそれあるさ。うん、そりゃね、人間生きてればね、いいことはたまにはあるという、まあそんなお話ですな。こんな僕みたいな昼間瀬を狙ってるような男にでもいいことはあると。うん、運というのは平等という、そういったね、そういったまあ説法のようなバトルでしたかね。いやー、昼間瀬作戦はね、まあ出てないんですけど、まあ鉄の岩尾が普通に強いので、まあ勝ってるという。はい、マッチングいたしました。ジムさん対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、そうね、意外と考えてなかったな、キノガッサ。キノガッサのこと意外と考えてなかった。意外とまずいね。まあそれでもね、がっつり昼間作戦でね、頑張っていきたいなと思いますけど、アメモースから行きまして、鉄の岩を展開させまして、まあ、とはいえキノガッサが怖すぎるので、唯一の草タイプであるガポンを出していきましょう。いやーねー、はい、なんですかこれは。ランドロス、ランドルスですか。はいはい、威嚇と、そしてこっちも威嚇と、まあ、向こうのが素早さが速いというわけで、ただこれ凍える風でね、素早さ関係を逆転してしまえば、私は2回動けるというお話になるので、まあ、岩石封じ打ってきたら知りませんけど、それはもう、それはもう知りませんけどなんですけど、挑発、あら、まあ、凍える風でよかったといえばよかったけど、よかったけどなんだよな。ネバネバネットが打てなかったらちょっとね、意味がないといえば意味がない。はい、木の実を食べまして、まあ、ただこれで向こう変えてくるでしょ。まあ、ここは凍風連打でいいかなとはいえ。あら、ランドロスを、ランドロスをそんな挑発1回で捨てちゃう、それはもったいなくないかい、君、君、君、これはある意味ラッキーといえばラッキー。
うん、威嚇をなんかぶんまかれてもめんどくさいですからね。はい、クマさんだ。エアスラとかでいいのかな。とりあえず一旦エアスラでこのアメモースのひるませでちょっと勝負してみるか。はい、ノーマルテラスタル、せい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 。はい、エアスラひるめ、ほらひるめ、ひるむんだよ。おーし、オッケーオッケー、これがひるみ大作戦じゃい。よしよし、いいぞいいぞ、もう一発ひるませてやろうかな、分からせてやろうかな。でもネバネバネットを打ちたいって気持ちもあるんだよな。いや、もう一発分からす。あー、ちょっと分からせられた。分からせられたのは僕だったのね。くえー、分からせられちったよ、ね、真空波切ってるガチグマなどいないので世の中に。うわ、素直にネバネバネット打ってりゃよかったかな。これちょっと欲張っちったな。でね、鉄の岩尾がね、テラスタル切っても土台あれなのよね、地面タイプを透かすあれが全くなくてですね、ここはもうガポンで行くしかないのよね。ガポンで、多分ガポンで行けばまあ相打ちぐらいにはなると思うんで。はい、ナイス急所。ブラッドブーンも多分一発は耐えるけど、まあ真空波が耐えないか。あ、どうせ耐えませんでした、どうせ耐えませんでしたの巻のダン。ガチグマ強すぎじゃね。なんじゃこの生き物、信じがたいんだけど。ただこっちだって信じがたい、このメカメカしい生き物がいますからね。やりますよ、ほんと。裏がペンギンだったらね、プレミもいいとこなんですけど、どうなるでしょうか。ペンギンだとしてもペンギンがタスキとかだったらなんとかなるんですよね。あ、ガッサだ。これはひるませるしかないんだな。ミツをひるませれば勝ち。ひるませていく。これ照らしたら切らなくてよかったな。うん、どうせひるませれば勝ち、ひるませなければ負けみたいなあれなんだから。うん、いけ、ひるませろ、ひるめ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 、ダメだ。あれやね、ひるみに頼って勝とうなんて本当に良くないんだなってことが分かりました私。うん、ね、マッハパンチ切ってるんですかね。一応生き残ったぞ。まだチャンスはあるのか。いや、でもここでマッハパンチで華麗なウィニングランかな。うん、だな。ちょっと遊ばれただけだったな。頭ぐるぐる回ってるしよ。鉄の岩尾自体は強かったけど、ひるみに過度な期待はしてはいけない。これが今日の学びでした。はい、鉄の岩尾自体は強いです。それではお疲れ様です。はい、ランクマスター海竜。はい、まあ海竜もね、ひるませてしまえば関係ないので。さてさて、これは飛行タイプ、飛行のやつはね、ゴツメになる可能性がなんか高いような気もするのでちょっと嫌なんですが、ただひるませてしまえば関係ない、関係ないんだ、関係ないんだ。硬そう、なんか。オッケー、ひるんだ。よし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 、これがひるみのパワー。これパワフルエッジでいけるかな、どうだろう。もう一ヒルミいるかな、これもう一ヒルミいりそうな気がするんだよな。結構硬そうなんだよな。これもう一ヒルミいきます。いけ、理不尽の押し付け、おりゃー、いけ、ヒルメヒルメヒルメ、あー、ひるまない、くっそ、ひるまないが、これしかも1、これは神速で取られちゃう。あれだったかな。パワフルエッジでよかったのかな、これ。
はい、マッチングいたしました。タイランドさん、対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、ストリートファイター2みたいな感じがしますけども、そうですね、ハリー戦とか結構マイナー扱いな方ですかね。これガブリアスからいきましょう。ガブリアス、岩尾、羽ばたく神で、いきます。よろしくお願いします。さてさて、初手はなんじゃい。ズルズキン、全くわからん。色違い、色違いのズルズキン、マジでわからん。どうしたもんやら。まあ、威嚇はね、意外とまあ大丈夫なんですけど、僕はね。まあでも、自分のフォームを崩しちゃいけない。これステルスロックで。マジでズルズキン、ようわからん。ステルスロックを任せていただいて。何すんのよ、ズルズキンって。はい。龍舞、へえ、あんたドラゴンなの？あんたね、ドラゴンだったのかしら。まあ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 、龍舞されたとて、私にはドラゴンテールがありますんで。あんこれ、あ、こら、そういうこと？うわ、これ、え、これ何？これ何？積んだ？もうここ羽ばたく神出しまして、龍舞、まあ、龍舞されたとてね、毒と、っていうか、まだ一応上取ってるけど、だるこれもう。無限にアンコールしかしねえこの生き物。これはしんどいぞ。まだ舞うしよう、まだ舞うしよう。この息もまだ舞うしよう。ただしよう、次の攻撃耐えればこのドラゴンテールが火を吹きますよ。ドレパン耐えます、そんなの余裕で。ドラゴンテールちゃんと当ててる、マジで。これもう当てなかったらわししまいやで。サメ肌、はい、お願いします、本当にお願い。よーし、ナイス、えらい、えらすぎる。さらばズルズキン。よっしゃ、こっから逆転いくぞい。ハリー戦、こいつもなんか変なギミック持ってそうだな、マジで。威嚇と、威嚇好きね自分。ここもどうしよっかな。もう素直自身でいくか。こいつはもうテラスタルないわけだし、素直にもう自身で。これでも毒統一になったわけですから、こう木の実クイックターンと。なるほど、まあ、サメ肌がいい感じでね、味わい深い感じにはなっておりますけど、ライコー、ライコーですか。プレッシャー、いやもう自信でいいような気がするけどな。ここはもう自信一貫してるし、いや羽ばたく神とか海竜は一切出てこなかったですね。本当にマジでマイナー使いの方が。ライコーマイナーじゃないかもしれないけど、ネット私より早くて、はい、まあ、木の実は食べますと。はい、まあでも次のネット耐えれないかな。うん、焼けなくてラッキーと。おお、いいね、素晴らしい。これ打てるならドラゴンテールで。お、耐えた耐えた、ドラゴンテール当ててほしい。当たんない。マジかよ。もうね、命中90の技ってね、2回打ったら1回外れますからね、ほんと。ここはね、本当はね、もうこっから全部ひるませでいきたいんですけども、威嚇を食らいすぎるのが大変気持ちよくないので、ここは1回羽ばたく神でいきます。まあとりあえずムーンフォースで倒しまして、ハリー戦と。まあここは普通にね、10万ボルトで倒せると思うんで、まあ、倒していきたいと思います。おいよと、私はもう一切の妥協はせんぞ。ほんとね、忘れないあのアンコールの屈辱は。そしてね、こいつがちょっち厄介ではある、ちょっち厄介ではあるんですけど、まあ、ここはもう、妥協せずテラスタルで、シャドーボールで2回龍舞しても上取ってることは分かってるので、フェアリーかゴーストに打点はあるんじゃないかなと思うので、何らかの打点はあるんじゃないかなと。あ、龍舞、
あら、もう降参、これ降参、降参ってこと、まあ、とりあえずね、なんかね、赤と紫がキラキラしてて、まさにスカーレットバイオレットという感じですけども、はい、対戦ありがとうございました。ここで最後に急所で ねドラゴンテール外したからこれはおまけだよみたいないらないいらない無駄急所が返ってきましたけど、でも最初のドラゴンテール外れてたらね、負けでしたからね。そういう意味ではまあ、うん、外れたのが2回目でよかった